鍋サッカーアカデミーの矢野コーチです。今全国の小中学生はコロナウイルス感染対策で学校が休校になっています。その間こちらの映像を活用して全国の子どもたちに笑顔と元気とそしてサッカーのテクニックをお伝えしたいと思います。本日やるのはアウトハサミです。はい、こちらのテクニックですが、リフティングしながらまず右の腰あたりにボールを上げてかかととお尻でボールを挟みます。挟んだ後ボールを戻すときは立ち足を上げてボールをすくい上げます。もう一度やります。はい、ぜひやってみてください。